魔球レインボースパークボールを引っ提げて華々しくデビューを果たした新庄ドームはついに宿敵通天閣トラオと対決した。この時トラオはコンピューターに頼る考えを捨て一個の人間として全てをかけてレインボースパークボールを打った。しかし結果はファウルフライに打ち取られてしまった。トラオは素直に敗北を認め、ドームもまたトラオのファイトを称え、ライバルを超えた友情の絆が結ばれた。だがその頃、太平洋を越えて恐るべきライバルがやってきたのである。しっかりしろよ。そうだよ、リリーフにワンポイントに結構頼りにされてるもんな。そうだけど、まいったな。遊びの計画は諦めるしかないわね。そりゃないよ、プロは厳しいのよ。じゃあ頑張ってね。じゃあな、ドーム頑張れよ。どうだ、俺らだけでプールに行こうぜ。行こうよ。ちょっと、たく、よし、藤田監督に電話だ。飛んでけ、場外！しゃ、絶好調！藤田だが、何？8月いっぱいまで夏休みをくれだと？仕事場へくだらん電話をするな！お前もプロなら、ドーム球場での登板に備えて調整しておけ！わかったな！監督はわからずよ！こうなったら直接交渉だ！お金？今月分のお小遣いあげたばかりでしょ。いえ、あ、だからその交通費、横浜スタジアムまで行くんだからさ。行けません。あ、そう。え、兄ちゃん、お願い、1000円貸して。うん、いいわよ。というと思ったら大間違い。カチン。こうなったら横浜まで自転車でぶっ飛ばすかね。カモ展開。なんであれドームじゃねえかい。早い早い、俺自転車ロードレースに転校しちゃおうかな。なんちゃって。Oh, ドーム、よろしくね。
本当に初めまして、読売ジャイアンツのピッチャードム君、背番号2分の1。さあじゃんじゃんやって、遠慮しないでさ。 Thank you、 気もいいのね。いいっていいって。お小遣いが、まあいいか。こんなに綺麗なアメリカ人の女の子と友達になれたんだもんね。友達？あ、そう、なんだっけ、フレンド。おう、フレンド。それそれ、フレンドね、ガールフレンド。ガールフレンド。そうだ、これ食ったらいいところに案内しちゃうよ。よし、ポート決まった。ここが東京ドーム、通称ビッグエッグね。つまり、俺の職場っつうか、まあ、ここでピッチャーやってるわけよ。ビッグエッグ。よっしゃ、次は後楽園遊園地案内するぜ。私そろそろホテルへ帰らなくちゃ。もう帰っちゃうの？よし、俺送ってく、ホテルまで送ってく。すげえホテル。メロディーちゃんってひょっとして大金持ち？あれ、待てよメロディーちゃん。はい、メロディー、あたしよ、ミュージックジャーナルのバーバラ。まあ、バーバラ。天才少女ピアニストとこんなところで会えるなんて、なんて幸運なんでしょう。ご覧なさい、あなたのラストコンサートの特集号、世界中で大評判よ。20世紀のモーツァルトと絶賛された天才少女ピアニストメロディ、全世界のファンに惜しまれつつ突然の引退。どの記事もあなたの引退を惜しむ言葉でいっぱいよ。いつ来日したの？復帰コンサートなの？いえ、プライベートな観光です。じゃあ、インタビューかな。ピアニストとか言ってたみたい。イメージぴったんこ。うん、あのボーイフレンドだって紹介しないの？今日はとっても楽しかったわ、ありがとう。え、またお会いしましょう、バイ。生まれて初めての銃、俺もお返し銃。もしもし、山本ですが。アンディ、あの大リーグブルーソックスのアンディ君。え、東京に。約束より2日も早いが、どうしたんです？明日広島へ。わかりました、では。新外人獲得や、明日記者会見をセットしてくれ。名前はアンディ、この少年や、確かジャイアンツのドームと同い年。話題になるで。我が広島に天才少年選手アンディ・アリア。どうも遅いわね。横浜まで行ったはずだけど、道にでも迷ったのかしら。でも晩ご飯の時間にはどんなことをしても帰ってくるはずよ。あるが来たばかり。どう？お帰りなさい、遅かったのね。あ、マミー、ただいまちゃん。どっかで頭でもぶつけたの？ぶつけたの、ぶっちゅうなっちゃって。どっかで悪いもの拾って食べたのかしら。姉ちゃん、英語教えてプリーズ。英語？漢字もろくに読めないくせに。ねえ母ちゃん、父ちゃんと初めてキスした時どんなだった？え、やっぱこうカーッとなってグーッ。何考えてんの、いやらしい。では、ご期待に応えて銃を。メロディーちゃん。メロディーちゃん。メロディーちゃん、待っててね。ドーム君が会いに行きますよ。メロディーちゃんだ。あのさ、悪いんだけど、メロディーちゃんどこにいるか教えてくんない？失礼ですが、ドーム様ですね、ジャイアンツの。え、俺のこと知ってんの？あ、そっか、おじさんも俺のファン。メロディー様からメッセージが届いております。メッセージ？ A、B、 これ読んでくんない？これ横文字ダメなの。今日の午後2時テレビでお会いします、メロディー。2時にテレビで？サンキュー。ピア
テニスだもんな。ステージからこの曲をドームくんになっちゃって、愛してるメロディーちゃん。でも新外人の入団発表だそうだ。ずいぶんいきなりだな。ブルーソックスから取ったんだって。やっぱりあの時の少年だった。もっとフォローすべきでしたね。記者発表は2時からだったな。もうぼちぼちか。その汗なんでも間もなくお目にかけますから。おー、2時2時2時、メロディー。お待たせしました。それでは我が広島の新戦力となるアンディ選手、背番号101、左投げ左打ち、投打万能の文字通り天才的なマルチプレイヤー。本当ですか？そうなんです。アンディ選手は広島の新外人。私が日本に来た目的は新庄ドーム投手の魔球を打ち砕くためです。 なんだよもういきなし。まあ秘密兵器アンディ選手の威力は後日公開練習でお見せするということで。ああ、アンディなんかに用はないんだよ。ああ、メロディーちゃんどこ行ったの。出ないし、ホテルにも帰ってない。どこ行っちゃったの、メロディーちゃん。どの音楽番組にもメロディーちゃん出てないや、はあ、ドーム？ドーム、あんたがいない間に大阪のドラ君から電話があったわよ。へえ、通天のドラが何だって。どうやらアメリカへ行くみたい。また電話するって。はあ、今日のナイター広島巨人戦でしょ。どうして見ないのよ。盛り上がってまいりました、ここ広島球場、注目の広島巨人戦。原、駒田のホームランなどで4対2とジャイアンツリードで迎えた9回の表、ツーアウトながらランナー1、3塁となお攻め立てるジャイアンツ。しかしここで北別府に代わってマウンドに登場したのはアンディ。なんと来日早々のアンディ投手初登板。大きく見えますがアンディ投手はまだ11歳。これで大リーグのスーパースターだったんですから驚きです。さあ、そのアンディ君の投球練習ですが、おー、アンダースロー、しなやかなフォームのアンダースローです。さあ、そのアンディ君、今日登板するとは思わなかったんですが出てきましたね、江川さん。ファンはもとより我々も見たかったですからね。いかがですか、アンディ投手は。そうですね、スピードはいまいちの感じですがリズムは抜群にいいですよ。さあ、投球練習終わって迎えるバッターはクロマティ。即日一軍登録となった天才少年アンディ投手、試合数は少ないながら防御率 0.68 で2ホームランは0という驚異的な大リーグの実績です。メロディーパイ第9、外角低め、アレンジナンバー7、天使のささやき。ミュージックが聞こえる。あのボールが奏でているのか。ああ、このメロディーは。そえ！おノー！アンディの第1球、外角いっぱいのストレート、クロマティ見送り。さあ、アンディ第2球。メロディーボール第2球。アレンジナンバー4、眠れる森のビジョン。またミュージックが。またしても力が抜ける。 いかん。それきつい。どうした、クロマティ、2球目も見送り。
どう？これがメロディーボールだ。このメロディーを聴くと無意識のうちに闘争心をなくしてしまうのさ。牙を抜かれた狼のように。とどめはど真ん中フォーク。アレンジナンバー13、楽園。やめろ、そのミュージックをやめてくれ。少年ながらさすが大リーグのスーパースター。いや全くです、スピードもキレも特別とは思えませんが。さあ9回裏、そのアンディ選手がバッターボックスに入ります。対するピッチャーは完投勝利を目指して快調なピッチングを続ける桑田。第1球また1球目は見送ってストライク。さあ第2球目だ。リズムは4分の3拍子、リズム打法でいただき、あーセンターへ、ここもディバックジャンプしたが抜かれた。アンディ一塁を蹴って二塁へ向かった。二塁だ。バッティングにも非凡なものがあるアンディ君です。ドーム、まだ途中じゃないの。痛くない。あ、ドーム、スイカよ。これ寝る。おやすみ。どうしちゃったのかしら、ここんとこなんか変なのよね。メロディーちゃんは今日もホテルにいない。アメリカに帰っちゃったのかな。はい、ドーム、どうしてこんなところに。メロディーちゃんどこ行ってたんだよ。ちょっとね。俺ちゃんと2時からテレビ見たし、それから毎日ホテルに。私お願いがあるの。何何でも聞く。嫌いな虹100本でも食っちゃう。マウンドに立つドームのユニフォーム姿みたいな。お安いごよ。明日の配信で全部抑えちゃう。嬉しいドーム。生きててよかった。イエーメロディーちゃん。はい。あの女の子ドームの何なんだ。アーナ。何よドーム、あいつデレッとしちゃって。でもすっげえかわいいの。おいドーム、お前も隅に置けないな。あんなガールフレンドがいたなんて。もう蹴れるな。今日はドーム球場やさかいドームの当番もあるかもしれん。そやからワイは黙ってアメリカへ出発することにしたんや。また頼りするから気張るんやで、ドーム。阪神初回からモード爆発。先発水野、立ち上がりを叩かれてノーアウト満塁、大ピンチ。バッターボックスは岡田。水野苦しい、このまま続投か。監督、藤田様、大名人、俺を出して。俺今日この試合のために生きてきたんだよ。俺を出せ藤田。ダメ、やっぱし。主審、ピッチャー新庄ドーム。やったー。ここで切り札ドームくん登場。メロディーちゃん、すごい魔球で三振取ったんだね。私が男の子になりすましてまで来日した目的の魔球、しっかり見届けさせてもらうわよ、ドームくん。ここでいいとこ見せてメロディーちゃんのハートをバッチリ掴む。行くぞ。レインボースパークボール。おいと回してしまった。魔球じゃない。やめたらアカンで。歌おき。ファウルです。危なかった。ドーム、彼女にいいとこ見せようってのは分かるが力みすぎだぞ。男が惚れるような仕事をきっちりしてみろ。女は2倍惚れるもんだぜと昔の偉い人がそう書いてる。へー、中畑さん、カラオケ以外の本も読むんだ。第1球はすっぽ抜け。本当に天才少年なの。さあ気を取り直してドームくん、第2球目。これで冷静になれたぜ。今度こそレインボースパークボール。ストレー、本当は決まった。だね、これがレインボースパークボール。このリズム、このメロディ、
を切り抜けました。見た、メロディーちゃん、これが男の仕事だぜ。レインボースプラッポー、恐ろしい魔球。でも私、いえ、アンディがきっと打ち砕くわ。